はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、エクササイズチューブの企業案件になります。で、今回ね、エクササイズチューブの企業案件を受けたんですが、基本タートル断ってます。で、今回いいのは安くて本数が多くて、いろいろねバリエーションを増やせれる、負荷を結構上げれる商品になるので、まあ皆さんに紹介したいなと思って、動画にしております。で、今回ですね、こういったいいなと思ったのは、この見えにくいと思うんですが、チューブのここの付け根、これがねシャックルになっててすごい強いです。通常のやつは取っ手にこういう感じでシンプルにねゴムを挟んで引っ張るとここが締まるっていうタイプのものが多いんですが、これは結構ね長さを変えれるからいいんだけど切れやすいです。で、今回のこの紹介するやつはここがねしっかりシャックルなのでしっかりね使いやすいです。そして割と長めなんで、いろんなねトレーニング方法に使えます。で、ここにシャックル引っ掛けるので1本だけではなく2本3本とね強度をしっかり上げることができます。なのでバーベルとかでね重りをたくさん集めるよりは、こういったチューブ1個あればねいろんなバリエーションできるんで安くておすすめです。確か3000円ぐらいでした。その3000円でなんとでーん、これだけのチューブの強度が、まあ今4本5本強度があります。そして足首に巻いたりももに巻いたりする、こういった赤緑青黒といったですね強度が4種類ある、体幹トレーニングとかね、あとは足首に引っ掛けて太ももの幅を安定させてねスクワットしたりとかするために使うチューブもセットで入ってます。これだけのセットが入っててだいたい3000円ぐらいです。なのでこれをね、ぜひね、タートルはおすすめしております。よかったらですね、商品のリンクを説明欄に貼ってますんで、ぜひね、Amazon に遊びに行ってみてください。だいたいこれだけ入ってて3000円ぐらいなので、めっちゃくちゃお得だと思います。重りを何種類か集めようと思ったらね、やっぱりほんと5万ぐらいかかっちゃうし、あとは、まあ、バーベルとかね、あんな方場所使っちゃうし、これはね、おすすめです。こういった袋もついてますから、持ち運びに便利だし、公園とかでね、もちろんどっか引っ掛けてトレーニングすることができます。ぜひ、商品リンク遊びに行ってみてください。このね、Amazon から少し買ってくれたら、タートルにね、30円ぐらい入るかな、多分ね。そんなもんです。なので、まあタートルのために30円寄付してあげようという気持ちで、商品リンクからぜひ購入ください。ご視聴ありがとうございました。最後噛んだな。